ハルビン工業大学は、国立交商ハルビン氏、南三影国市大自家街92号に本部を置く、中華人民共和国の国立大学である。1922年に設置された。副部級大学の一つとして、理工学の研究で有名である。複数の国家重点実験室も持っている。旧校、連盟985校庭、211校庭。 総一流の聖印校として、国家重点大学である。卓越大学連盟の聖印校である。ハルビン工業大学の校訓は、企画幻覚、イサオイタルヤである。ハルビン工業大学の校期は下部に、鳥の羽に似せた、開いた本で、ハルビン工業大学の学生が、永遠に、知識の世界で羽ばたくことを表し、ヒットは、 ハルビン工業大学の英文表記の略号である。1920は、ハルビン工業大学の設立年度で、長い歴史を表現し、中央にある建物は、ハルビン工業大学の主楼である。ハルビン工業大学は1920年に、国立校章ハルビム市で創設された。1954年に、国内6校の重点大学に指定されて、以来、一貫して、 国の重点育成対象大学となってきた。1996年には全国に先駆けて、ハルビン工業大学が211、工程対象校となったほか、1999年には、世界の一流大学を目指す旧大学の一つに、ハルビン工業大学が指定された。ハルビン工業大学は、理工系を主体としつつ、文学、経済学、 工学などの学域をも網羅する総合大学である。ハルビン工業大学は特に宇宙工学の領域で優れた成果を残している。世界の字幕を集めた中国発の有人宇宙船、新州では、ハルビン工業大学が故障診断システムなど重要な部分の開発に携わったほか、中国発の大学自主開発人工衛星、 試験衛星1号でもハルビン工業大学が主導的な役割を演じた。現在でも月探査プロジェクトにハルビン工業大学は積極的に関与しており、中国宇宙工学の分野でハルビン工業大学が残してきた足跡は非常に大きい。ハルビン工業大学は校訓である企画幻覚、イサオイタルヤの伝統にのっとり、個性を育成と、 緩やかな管理を驚愕方針とし、優れたエンジニアとしての能力と協調性を兼ね備えた、想像力あふれる人材の育成に努めてきた。ハルビン工業大学は創立以来14万人の人材を輩出してきたが、そのいずれもが国家や学術領域の中枢人材や、著名な企業家となっている。日本の経済産業省は、同大学が、 ミサイル開発に関与している懸念があるとして、懸念者のリストである外国ユーザーリストに掲載している。ハルビン工業大学1920年にハルビン中路工業学校として創設された。当時、法天軍閥が当地で統制鉄道を運営しており、ハルビン中路工業学校は鉄道技術者の養成機関として設立されたものだった。 ロシアの教育制度が導入され、授業はすべてロシア語で行われた。1928年に所轄が中華民国東省特別行政区となり、公明も東省特区工業大学校に改称された。同年、それまで鉄道、機械系だけだった同校に、法政学院と小学院が開設され、ハルビン工業大学校に改称された。ハルビン工業大学校は、 中祖共同管理となり、超学寮が理事会主席となった。満州国が建国されると、ハルビン工業大学校は日本に接収され、授業は日本語で行われるようになった。1936年に国立ハルビン高等工業学校に改称され、1937年以降は日本式の授業が行われるようになった。 ハルビン工業大学に改称されたのは1938年で、以降現在に至るまで、ハルビン工業大学の名称が使われている。第二次世界大戦後、ハルビン工業大学は、中蘇共同管理に戻り、鉄道技術者の養成を、主とした。学生は5年で授業はロシア語で行われた。ハルビン工業大学は新中国建国後の1950年に、 中国の管理する大学となり、当時の新ソロンの下ソ連の工業技術を摂取する大学とされた。1966年に始まった文化大革命は、ハルビン工業大学にも大きな影響を与えた。ハルビン工業大学は1970年に一部の人員と大部分の物資を重慶に移動するよう指示された。そして、重慶で、 ハルビン工程学院原子工程系と統合し、重慶工業大学に改組された。ハルビンに残った部分は、国流工工学院、ハルビン電工学院と合併出身、ハルビン工業大学に再編された。1973年に、国の指示で、重慶工業大学は、ハルビンに戻り、ハルビン工業大学に編入されたが、一連の経緯を受けて、 ハルビン工業大学は大きなダメージを受けた。文化大革命が終結した1977年、ハルビン工業大学は本科生の募集を再開した。78年には、終始、82年には、博士の募集も、始め、84年には、全国15大学の重点建設大学に指定された。 さらに九十六年には全国に先駆けて二百十一校帝の対象大学に指定された。これらを通して、ハルビン工業大学は、現在の中国東北部最高学府としての地位を、不動のものとした。九百九十六年、第一期二百十一校帝の重点建設校に入り、また、九百九十九年には、第一期九百八十五校帝の重点、 建設大学となった。理工系を主とし、理学、工学、管理学、文学、経済学、法学が結びつき、多くの学科が揃う、オープンな国の研究型重点大学へと発展を遂げた。21の学部、80の本科専攻があり、9つの1級国家、重点学科、6つの2級国家重点学科を設けている。 2007年の国家級重点学科ランキングでは、高科系分野の国家重点学科設置数で、第2位にランクされた。82の博士学位授与家庭、148の修士、学位授与家庭があり、18の一級学科で、博士学位の授与権、28の一級学科で、修士学位の授与権を持つ。また、20のポスドク流動ステーション、8つの、 国家90点実験室がある。宇宙飛行学院、電子情報工学院、材料科学工学院、エネルギー科学工学院、電気工程、自動科学院、理学院、経済管理学院、人文社会科学学院、土木工学院、環境学院、建築学院、交通科学工学部、コンピューター科学技術学院、国家模範性ソフトウェア学院、加工科学学院、 外国語学院、体育学院、生命科学技術学院、マルクス主義学院。現代溶接生産技術、重点実験室ロボット技術及び、システム重点実験室都市水資源及び、水環境重点実験室金属、精密熱加工重点、実験室過調合レーザー技術重点実験室、特殊環境複合材料技術重点実験室。 空間環境材料行為及び、評価技術重点実験室療養員士三十九人、学生数四十六百三十八人専任教員千百四十五人制、高級教員千三百三十七人、副高級教員千六百八十三人、ハンス・スグルサイは九百九十二年に、ハルビン工業大学で、力学博士を取得。九百九十五年に、 ハルビン工業大学複合材料学科の教授に就任。中国科学委任士、特殊環境複合材料技術国防科学技術重点実験室主任。ハルビン工業大学の副学長などを歴任し、2021年7月15日から現職。米国、カナダ、フランス、英国、イタリア、ロシア、オーストラリア。 日本などの41の国家と地域の297の大学と共同関係がある。英国のタイムズが公表した世界大学トップ200の大学の中、88の大学は同校と協力契約を締結した。同校と友好関係にある代表的な日本の大学は以下の通り。このほかハルビン工業大学は日本のいくつかの有名な企業及び機関と、 共同研究を繰り広げており、例えば宇宙航空研究開発機構、理科学研究所、ドコモ、三菱電機等である。2009年10月12日に、北京大学、聖華大学、石膏大学、ハルビン工業大学、福丹大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技術大学、西安交通大学の9校は、相互協力。 交流の強化、教育資源の相互補完、ハイレベル人材の育成等を図るため、一流大学人材育成協力、交流協議書を締結した。中国版の IB リーグ結成に向けて、第一歩を踏み出した。キカルリー・シモンズ世界、アジア中国アカデミックランキング・オブ・ワールド、ユニバーシティーズ世界中国タイムズ、ハイヤー・エデュケーション世界中国ラウンド・ユニバーシティ、 ランキングス世界中国、ありがとうございます。